闇雲に出かけるのは危険。おはよう諸君。今日から君たちのクラスに新しく編入した生徒を紹介します。君入って。僕の名前はトランクス。この時代のあなたたちには信じられないかもしれませんが、僕は約20年後の未来からタイムマシンに乗ってやってきたのです。あら、結構可愛いじゃない。好みのタイプだわ。はい、僕イケメンです。いかにもおとなしい勉強の虫ってとこだな。お前のようにか。誤算だったな。スーパーイケメンはお前の一人じゃない。ここにもいたということだ。なんだあいつ。20年後にイケメンは僕一人しか残っていないんです。3年後の戦いでみんな殺されてしまったんです。年月をかけ楽しみながらじわじわと命を奪っていく人造人間のせいで、僕のいる未来の世界は地獄のような。君、空いてる席に適当に座りなさい。ダメだ。いけません。あなたは人造人間を甘く見ています。なんて分からず屋なんだ。あなたたちなら信じることができる。すべてを3時間でお話しします。このことは特に。おい、知ってるか。昨日また新しい正義の味方が現れたんだってよ。例の金色の戦士じゃなくってさ。ダメです、そんな話やめてください。はい、こちらビーデル。バスジャックが発生しました。東地区のバスターミナルです。了解、直ちに参ります。無茶だ。あなた一人でみすみす死にに行くようなものです。もう少しだけ待ってください。しょうがないな。これからお話しすることはすべてあなたたちの心の中にだけしまっておいてください。今のこの時代から3年後の5月12日、この地球で生み出された人造人間、いわゆるサイボーグというやつです。作り上げたのは元レッドリボン軍の強靭的科学者、ドクターゲロ。イケメンだ。僕イケメン。